はい、どうも皆さんこんにちは、カルマンです。皆さん、1ヶ月ぶりの動画ということで、皆さんお久しぶりでございます。はい、ということでね、今回なんですけども、まあ1ヶ月ぶりの動画ということでね、ちょっと今回はまあちょっと語らせてほしいということで、まあ、ちょっと語る動画になるんですけど、昔のヒストリーがありまして、ちょっと今回、ね、その架空請求業者の動画と結構似たようなね、話をちょっと今回したいと思いまして、僕が実際に被害に遭った話を今回しようかなと思います。僕がちょうど20歳の時にですね、お金に僕が困ってまして、はい、お金にちょっと困ってまして、支払いとかいろいろ、まあ、やらなきゃいけないことがちょっと当時その時結構ありまして、ちょっとお金がとりあえず必要だったわけです。自分のね、その、支払うお金が、これどうしようかなと思って、で、自分で考えたんですけど、まあ、親に借りるのもね、ちょっと、10万かってなるし、まあ、10万親に借りるっていうのはね、多分、その時は借りた方が良かったですけど、自分あんまり親に頼りたくない人なんで、だから、まあ親には言わないで、まあ自分で解決しようと思いまして、まあ知人の人とちょっと相談したんですよ。その時に、消費者金融、まあ主に、まあ消費者金融っていうのは、まあそのアコムだったり、プロミスだったり、まあ大手企業、まあよくあるじゃないですか。まあお金を借りれる会社、サービス、うん、まあそんな感じ、まああるんですけど、僕ってやっぱりまあ最初、それで、そこからお金を、まあ、借りようっていう話になったんですね。自分がね。そう。で、10万円だけ消費者金融の人に、まあ、連絡をするわけですよ。大手のね。まあ、プロミス。まあ、最初プロミスかな。まあ、アコムだったりとか。で、連絡したんですけども、自分、やっぱり、YouTuber なんで、不労所得。まあ、簡単に言うと、まあ、会社員なわけじゃないんですよ。会社員じゃないので、だからお金もそのやっぱり安定したお金が入ってくるわけではないので、だからやっぱり信用問題として、やっぱり大手企業の消費者金融では借りることができなかったんですよ。で、これはどうしようと思いまして、まあいろいろ消費者金融のまあいろいろなサイトをこう調べた時に、たまたまね、なんで俺これでこんな分かりやすいボミスをしたんだろうって今思えばそうなんですけど、まあ当時はちょっとそれ考えてる場合じゃないっていうか状況じゃなかったので、まあとりあえず見たことある人多分いると思うんですけど、即融資みたいなバナー広告がありまして、即融資、ブラックな人でもなんか融資できますよみたいな広告があって、おこれだったらいけじゃないと思ってポチッと押したんですよ。で、そこからまあいろいろ会員の登録とかいろいろそのパソコンで打って、で住所とかなんか携帯電話番号とかいろいろまあ書いて、で、それで、そのサイトに、まあ、登録したんですよ。で、そしたら、なんかいろんな、僕の携帯からすごいなんか電話がいっぱいかかってきて、で、一回その電話で出たら、なんかいろんなまあ、いわゆる闇金業者からいろんな電話がかかってきて、翌日融資しますのでどうですかみたいな、で、お誘いの、まあ、電話とか、あとはメッセージとかがバーって流れてきて、で、まあ、とりあえず借りれるんだったらもうどこでもいいやと思って、まあ、適当に、まあ、その電話かかってきた人に、じゃあちょっとお金借りたいんですけど、って、まあ、いろいろ連絡したんですよ。そしたら、相手の方が、まずじゃあ、身分を教えていただきたいので、まあ住所とか何の職業をなさっているのかとかいろいろまあ聞かれたので、まあ全部答えたんですよ。まあそれがね、僕のね、もう最大のミスですよね、完全に。そこから口座番号とかいろいろまあ相手のその闇金業者の人に喋ってしまって、で、そこからじゃあその時僕が3日後でいいんでって言って、まあ3日後に10万円融資してもらうっていう約束っていうのかな、まあまあ10万円融資してもらいますっていう話になって、一旦その日は電話終わったんですけど、で、後々考えて、ちょっといろいろ考えたんですよ。その電話切った後に。これってワンチャン闇金じゃねと思って。その時、もうなんかもうとりあえず10万円がちょっと、手元にないと、ちょっとやばい状況だったんで、とりあえずもう何でもいいからっていう、こう、考えで、いろいろその、ね、闇金業者の人に借りるっていう話になっちゃったんですけど、で、そこで、だから、最初に気づいてれば、こんなことにならなかったんですけど、
で後々考えたら俺ってこれまさかやばいことしたんじゃねえと思って、住所とか口座番号とかあと親の携帯番号も教えろって言われて、で俺全部言っちゃったんですよ。とりあえずもう10万円がもう借りたいっていうことで、でそれであこれ まんちゃん本当に怪しい会社だったらどうしようと思って、でいろいろネットで検索したんですよ。この会社の電話番号とかも調べて、そしたらなんか闇金業者ですみたいな、よくあるじゃないですか、なんか調べたらあこれの電話番号怪しい会社ですみたいな、でそれにリストに載ってたんですよ。でこれはこれワンチャンマジで闇金じゃないと思って、次の日ですね、折り返しまたその会社に電話したんですよ。でやっぱりちょっと本当に今ねもう10万円融資してもらうっていう話になっちゃってて、でまだ10万円は振り込まれていないので、もしかしたらキャンセルできんじゃないかなと思って、まあ、もう一回電話キャンセルの電話をしたんですよ、相手の方に。そしたらキャンセルはできない言われまして、あこれ困ったな、やばいやつやんと思って、じゃあ一応ね10万円は返ってくると思ってたので、親に結局全部話したんですよ最終的に。で10万円ちょっと借りちゃってて、でもしかしたらこれ闇金業者だから一旦でいいからその10万円、まあ、結局親から10万円を借りるっていう流れになったんですけど、じゃあこの闇金業者はどう対処するべきかと、まあ親とね2人で相談して決めて、でやっぱり一回その10万円を全返済すればなかったことになるから、じゃあ最初にそれで行こうと、で相手にまた電話をして、でやっぱり10万円融資するって話をしてたんですけど、こちらから10万円をとりあえずそちらの会社に、振り込みますので全返済という形でお願いしますと電話をしたわけです。そしたらじゃあ先に振り込んでくださいって言われて、10万円をね、もうそこの時点でもう本当になんで気づかなかったんだろうって今思ったら自分がアホなんですけど、まあとりあえずまあそんなことはどう言っといて、まあ何かあったら危ないからその時はとりあえず先に10万円振り込んで、その後に10万円お返ししますと言われたので、それで先に10万円をこちらからね親の10万円を振り込んだら確認が取れたら折り返し電話しますって言われたので、それで一旦話はスムーズにいったんですけど、折り返し電話が 2,3 時間ぐらい経っても来なくて、えこれもしかして振り込み詐欺されたんじゃないのっていう話になって親と、それで折り返しもう一回電話かけたんですよ。そしたらあすいません10万円ってどうなりましたかと闇金業者の人に電話をかけたら、まだ振り込みの確認が取れてないので少々お待ちくださいと言われた。いやだって15時前に俺は振り込んだのに2,3 時間も経って確認が取れないって、逆さすがにちょっとおかしいなと思って僕もちょっと強気で言っちゃったんです。いやさすがに確認取れてますよねって、で向こうのなんか闇金業者の担当の受付の人かな、わかんないけど、まあその人もなんか急に切れ出して、何なんか疑ってるんですかとか言われて、いや疑ってますよ、それはだって2,3 時間も経ってね確認が取れないとさすがにおかしい話じゃないですかって相手に電話して、そしたらふざけてんのいい加減にしてくださいとか言われて、ほうふざけてんのお前だろっていう話ですよ本当に。で結局10万円は返ってこなくて、で次の日もう一回電話かけたら着拒されてたんですよ。あもうこれ完全に悪徳やなと思って、で僕って基本架空請求業者を成敗してる動画を出してる YouTuber がこんなねなんか初歩的なミスをするんだなと思いまして、ミスもするんだよっていうことをちょっと皆さんにね話したかったなと思って、まあ僕の体験談なんですけど、こういう被害って本当に実際あるんだなっていう、まあ僕の体験談でした。お金はね本当に大切に、ご利用は計画的に、やっていきましょう。はい、ということで、以上、カネワンでした。まあ、1ヶ月ぶりの動画なんですけど、まあ、これからね、近々、まあ、動画もね、たくさん出せていけたらいいかなって思っております。あとね、こういうね、なんか、経験談みたいなね、動画もね、ちょこちょこ、まあ、需要があったら出していこうかなと思ってるので、皆さんよろしくお願いします。では、以上、カネワンでした。さよなら。